動産 G 名の立島です。アップから失礼します。今日はですね、実際に賃貸物件を決めるところのですね、チェックポイントみたいな話をですね、当 YouTube チャンネル初のロケでやらせていただければと思います。早速見ていきましょうか。はい、はい、どうぞ。失礼します。はい、でチェックポイントなんですが、はい、まず出だしからありまして、はい、まああまりないんですけど、一応見といた方がいいのがこれなんですね、はい、電気メーター。でこれ古いタイプなんで書いてないんですが、はい、電気メーターには必ずそれが何アンペアか書いてあるんですよ、はいはいはい、でこれは古いタイプなんで、ここに下に書いてあります。30って書いてある、30アンペアなんですね。でこの規模のマンションだったら、まあ30アンペアあれば十分なんですけど、15アンペアとか20アンペアってなんですよ。今テレビとかも大きいですし、はい、まあ、洗濯機とかも容量が多いんで、はい、すぐ停電になっちゃうパターンがあるんですね。エアコンとかつけたりすると、はい、ですからこのアンペア数っていうのは基本的に上げられないんですよ、はい、建物で使える電力の量っていうのが決まってるんで、はい、なのでまずアンペアちょっとチェックした方がいい。そういうあれですか、ワンルームですか。そうです、1K ですね。 1K だとどれぐらいが必要ですか。まあね、最低20ですけど、できたら30あるとすごくいいって感じですよ。なるほど、はい。でこちらの物件が5万9000円の2000円西新宿の物件です、はい、で家賃が合わせて6万1000円ですから、はい、普通の方っていうのはですね、だいたい月収の3分の1を家賃に使うという設定なんですね、はい、まあ、ですからこれは初任給が18万円から20万円の方が西新宿で住むような部屋ということです。西新宿徒歩何分ですか。ここはですね、まあ、新宿からだと徒歩15分ですね。羽田駅からだと徒歩、まあ、8分、うんうん、西新宿5丁目から徒歩7分なんで、まあまあ割といい立地にある物件です。地区はですね、相当古いです。35年を突破してます、ね、なるほど。はい、もともと和室だった部屋をリフォームしたチェックポイントなんですけど、はい、元和室かどうかっていうのがすごい分かる要素がありまして、はい、まあ、ほとんどの場合和室の物件っていうのは押し入れのままなんですよ。あ、クローゼットじゃないと、はいはいはい、で表が和紙じゃなかったりとかするんですけど、はい、まあ、大体が押し入れのままなので、はい、押し入れがあるフローリングの部屋はもともと和室だったということですね。あ、なんでこういうふうに2つに分かれてると。それってなんか意味あるというか、なんか変わりあるんですか。その元々和室だとなんかメリットデメリットみたいなのあるんですか。メリットデメリットは特にないんですけど、はい、元和室だった場合、施工をすごく見ていただきたいんですけど、はい、ここの物件はすごくいいお部屋なので、はい、これ見ていただければ分かるんですけど、はい、叩いたら硬いですよね。硬いです。つまりこれは木のフローリングなんです、はい、簡単に言うとちゃんと施工をしてくれてるってことなんです。でこれがですね、よくあるのが、一見このように木に見えても、触ってみるとなんかプニプニしてる場合がある。あ、これいわゆるクッションフローリングってやつで、ありますね、まあ、いわゆるそのスポンジでできてるんですけど、はい、そういう物件の場合は物を置くととにかく跡が残るんですよ。あ、クッションの方が残るんですか。残ります。へこんじゃうんで、はい、でフローリングの場合はちゃんとやってれば物を置いただけはへこまないんですよ。ただ CF は 100% へこむんです。でへこんだ後に関して揉める点が多いので、はい、ぜひチェックしていただきたいんですけど、はい、クッションフローリングの時にベッドとか、はい、テレビ台とかを置いてへこんだ時に、はい、これへこんでるから修理費を払ってくださいって言って、はい、クッションフローリング全部張り替えろって言われることが悪徳業者か管理会社だとたまにあります、うん、そうならないように気をつけなきゃいけないのは、まあ、1個クッションフローリングの物件は要注意、はい、ということだと、もう一つはこれはもし万が一揉めてしまったら、はい、家具を置いた時の傷というのは基本的には東京都条例もしくは賃貸住宅紛争防止条例に基づいて、はい、大家さんはリフォーム代を請求しちゃいけないんです、原状回復費を、うん、なのでそういうふうに、まあ、争えば勝てるんですけど、はい、そういう人もいる可能性があるってことをちょっと考えて、その不動産屋さんがちゃんといい会社かどうか確認しなきゃいけないって感じですね、はい、であとは、まあ、壁なんですけど、はい、ここはですね壁紙が、はい、いわゆる壁紙クロスではなく壁を塗ってるわけですよ。でここで、まあ、考えなきゃいけないことは何かって話なんですが、はい、壁紙クロスではないんで、はい、画鋲とかを押すと、はい、周りが崩れちゃう可能性があると。ほうほう、周りが崩れる。そうです。
土壁なので、はいはい、だからこういう塗った壁の場合は画鋲とか刺しちゃダメということです。あ、そうなんですか。そうです。で、普通のクロスの壁の場合は、はい、釘はダメなんですけど、はい、画鋲で刺した傷っていうのは基本的には生活に必要な傷として、はい、原状回復費取られないですね、うん、でところがこう土壁で周りが崩れちゃってると、はい、濃い過失による破損と取られる可能性があるんです、うん、だからちょっと気をつけなきゃいけないってことです、うん、はい。で次チェックしなきゃいけないところ、はい、もう夏場ですから絶対これですよ。エアコン。エアコン、このエアコンが古いか新しいか、はい、すごく重要です。当たり前ですけど古いと壊れる、そして古いと燃費が悪いですよ最近は。うん、で最近はやっぱ性能が高いですから、はい、電気料金も安いですし、はい、壊れにくいわけですよ。じゃあこのエアコン、まあ、新しいか古いか、まあ、これは明らかに新しめですけど、めっちゃ当たりそうですね、うん、これ書いてあるんですよエアコンの製造した年って。はいはい、で大体この側面か下に貼ってあります、はいはい、でここは下に貼ってあるんですけど、ここに2021年製と書いてあります、はい、まだ1年しか経ってない、だから新しいんで安心ですよねってことですね。でこれたまにですね、あの1990年代のエアコンとかまだついてる物件あるんでそれは結構要注意ですね。でさらに要注意ポイント、このエアコン誰のエアコンかってことです何の話してんのって話なんですが、エアコンあるあるなんですが、はい、残置物って書いてあることがあるんです。残置物ってどういう意味か分かります？オーナーのものじゃなくて、なんか住んでた人が置いてって、そうそうそう、つまり残置物って書いてあったら脳内でこう変換してください、壊れたらお前の責任だよと。なるほど。だ残置物のエアコンだと壊れたら自分が直さなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。だつまりここについてるエアコンが仮にですよ、1990年代のもう20年越しの古代物だったとする、はい、でかつ残置物ってあったら、はい、ほぼ間違いなくぶっ壊れずわけですよ、はい、ほぼ間違いなく、はい、そして壊れた時に捨てるのも直すのも新しくつけるのも自分が払わなきゃいけないということです。なるほど。これ結構やばいじゃないですか。だからエアコンが新しいかどうかプラス残置物かどうか、これマスト必ずチェックしなきゃいけない。それは聞いたら分かるんですか？聞いたら分かります。それ書いてあるんですか？必ず書いてあります。ただこれですね、図面には書いてない場合があるんですよ。へえ。初めて重要事項説明書に書いてある場合があるんですで一応念のためこれ残置物じゃないですよねって案内の時聞いた方がいいです。でそれで、あ、残置物っすって言われて90年代だったら、はい、その部屋が気に入ってるなら契約前に大家さんに言って付け替えてもらった方がいいです。で消えそれが嫌だって言われたりとか、はい、もしくはあんま気に入ってない物件だったら契約しない方がいいかもしれない。なるほど。そうです。エアコンつけるのと捨てるのに合わせて10万ぐらいかかりますからね。はい、すごいですね。そんな残置物ですかみたいな聞かれた経験ってあります？これまであんまないです。皆さん知らないですよ。そうですよ。知らないです。知らないです。チェックしないです。僕自身住んでから気づいたことありますから。あ、はい、あれこれ古いエアコンだなって思って住んで、はい、残置物だったんだって言って、あ、そう、気づいたことがあるぐらいなんで、はい、これ気をつけなきゃ意外に盲点で、あとですねこうやって、まあ、台所があるんですけど、あ、はい、結構むき出しな感じなんですね、はい。まあ、あとチェックしなきゃいけないのは、うん、冷蔵庫と洗濯機がどこにあるのか、はい、これ今何もないんで大丈夫ですけど、はい、冷蔵庫と洗濯機置かれた時に動線が保てるかどうかっていうのをチェックしなきゃいけないです。でここは幸いなことにここにまあ冷蔵庫があってここに洗濯機があって、まあ人が通れるスペースありますけど、中には冷蔵庫を置いたら扉が開かないとか冷蔵庫を置いたら人が出入りできないっていう場合があるんですよ。だから正確にここに冷蔵庫を置いたらどうなるかとか、ここに洗濯機を置いたらどうなるかとかを考えなきゃいけないということです。まあ、通常は洗濯機ってのはここに防水パンというですね、はい、あの下敷きみたいなのがあるんですけど、ね、ここないんで、はい、まあ、ちょっとイメージつきにくいですからどうなんだろうっていうのを想像しなきゃいけない。だそこまでやるかどうかってまた別ですけど、はい、もしも買う洗濯機とか冷蔵庫の大きさが決まってるのであれば、その大きさの紙を切ってきて置けばいいんですよ、はい、なるほど。そしたらよくわかると。まあ、あとはこの次ですけど換気扇が新しいかどうかですね、はい。これ新しいです、ね、これ新しい換気扇もですね、これ新しいのつけていただいてるんですけど、はい、結構壊れるポイントが高いんですね。で、あとは古い換気扇だと回ってるけど換気しないとかもあるんで、まあ、それも
チェックした方がいいですし、まあ、本当はこうやってつけてみてちゃんと吸い込んでるかどうかもチェックした方がいいです。たまにですね、回ってる音はするんだけど吸い込んでない換気扇ってあるんですよ。これは住んでみないとなかなか分かんないんで、一回換気扇つけてみた方がいいと思います。はい、というところですね。でこの物件はですね、すごい大家さんいい方なんで、はい、あのキッチンとかも全部付け替えてくれてるんですけど、はい、まあ、よくあるのがこの扉なんですけど、はい、古いキッチンの場合は扉が最初からぶっ壊れてることがあります、はい、なんか立て付けが悪いとか、はい、ちゃんと閉まらないとか、開いたら落ちるってことがあるんですよ、たまに。これ嘘みたいな話があるんですよ、結構。でこれあの悪い不動産だと、引っ越してから扉開けてみたらですよ、初めてこの食器とか入れようと思って、はい、これがガタッと落ちたら、これあなた引っ越しの時に壊したんでしょうって言われることもあるんで、本当に悪いやつだと。だこういうのが建具関係があるとしたら、なるべくこの開いたりしてみて、ちゃんと開くか開かないかとか、あのこれもね、ここがボトッと落ちたことあるんですよ、たまに嘘みたいなんですけど、そういうのがちゃんとな動くかどうかとかね、はいはい、壊れてないかどうかはチェックした方が本当にいいです。なるほど、はい、であとはお風呂なんですけど、